でですすすおはようございます水谷からですこれはしばしばこの番組この小さな番組の中で取り上げておりますが「ベテルの家」はいうん、あの、えー、家の報告なんでありますが斎、はい、藤光夫さんという方がお書きになった本であります。書房なかなか高価な本でありますがこの「みすズという本屋さんはとても良心的な本をいつもお出しになる綺麗なんですよここの本は。うん、私の夢はこの本屋さんから一冊本出して死ぬのが夢でございます。 北海道、浦河、人口1万4000の町。そこに、えー、精神障害を中心とするグループ、ベテルの家という家があります。統合失調症に苦しむ人たちがそこに集い、幻聴幻覚、妄想、えー。そういう病態を、決してこう、意わずに、生き方としてその病と寄り添いながら生きていこうという、まあ、全く、あのー、今までになかった精神医療のあり方というのがここで、 で、私は、ここの、向谷町という、責任者の方と、3月、はい、ちょっとテレビでお会いしたのかなあ,あ、ごめんなさい、あの、イベントでお会いしたんですね。はい、あの、まあ、あの、正確に言いますと、映画降りていく生き方というのを、世田谷区民会館で公開いたしまして、その時に、木村さんですな、えー、奇跡のリンゴの木村さん、それから、サッカーの岡田監督、うんえー、それから、横田さんですね、めぐみさんのお父様、 なんかと、そこで会いまして。はい、で、そこにですね、あの、田口ランディというね、<ー>来ておりまして、はい、そういう集いだったわけです。あの、向谷八さんとも少しお話をしたんでありますけども、とにかく、ベテルの家というのは、非常に新しい試みで頑張っているということ。 世界でただ一つの場であります。えー、故に全く違う思いとか考え方がここには存在するんであります。そのことをどうぞ皆さんご了承ください。えー、ここではですね、えー、この、精神の病というのも、怯えたり恐れたりしないで、あえてキャッチコピーで、病気は宝。勝手に治すな、その病気。 というような、うあの、標語がずらーっと並んでおります。そして、はい、え、本の表題がそうなんであります。この本のタイトルが、統合失調、精神障害を持つ方が、七夕の短冊かなんかにお書きになった一言で、どうか治りませんように、という、うな、なんかそういうその願いの思いが、この一言に。ちょっと私どもとしてはぎっくりとする、まあ、その心の病であり、体の病であり、人間は、 治りますようにと祈るもんでありますが、はい、ここでは逆に治りませんようにと祈る人がいるという。で、問題はですよ。そのような考え方がここでなぜ生まれたのか。そのことに、こう、注目すると、もっと世の中深く、人間の心深く探索、探索できるのではなかろうかなというふうに思います。えー、著者の斎藤道夫さん、この方はテレビメディアの人なんですね。そしてあの、ベテルの家。 の、こういう魅力に惹かれましてえ、そこで起こった出来事を丹念に拾い集め、拾った出来事から深く人間を探ろうという。さすが水ス書処方、良心溢れる本だけありまして、最初、異様な第一章から始まります。これがね、本屋でも立ち読みしてるとすぐ読みたくなっちゃうっていうね。はい、第一章、異様な場所、異様な光景の描写から始まります。それは、あ,ある青年が帰した、 アウシュビッツの光景です。で、アウシュビッツのことがずっと書いてあるんですよ。で、その光景の中に道があったと、その青年といいますか、その筆者はアウシュビッツの風景を語っております。右と左へ、分かれる道があって、右が焼却炉、左は強制労働の収容所。しかし、その収容所の出口は焼却炉しかなく、 えつまり、収容所に入ったにしても、収容所から出るためには、焼却炉を経由しないと出てこれないという風景であったと。で、その時に母と三人の姉妹は右へ歩かされ、少年は左へ行くように命じられた。ハンガリーで暮らしていたイダヤの少年は、このアウシュビッツで息抜き、15歳の時、連合軍によって救われた。彼は、収容所を去る時 焼却炉の煙突に誓うんです。すごい光景ですね、これね。決して忘れない。忘れないために、そして殺された父、母、姉、妹、仲間たちのために、この15歳の少年は、この救助されたアウシュビッツの出口で誓うんです。それはどんな誓いの言葉か。僕は幸せになったりはしません。 決して幸せになることはありませんから、どうか心配しないでください。うん、ここから、この、治りませんようにという報告書が始まる。この誓いの言葉がパラドックスといいますか逆説に満ちあふれて、すごいですね。はい、僕は幸せになったりしませんから、心配しないでください。これは、 一一年というこの年だからこそなおさら胸に響くことですな。幸せにならないことを誓うという、それがこの少年の生きるエネルギーになっていくという、この第一章の前置きから、北海道浦河、ベテルの家の人たちの生き方が次々報告されていくわけであります。僕は幸せになったりしませんという、 この考え方からどのような人間考察ができるのか、この続きまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷からです。ホテルの家を紹介するという本でありますが、治りませんように。ここに、えー、裏側には赤十字病院がありまして、教会がある、えー、運営者、ソシャルワーカーの向谷地育吉さんがいます。えー、メンバーは100人から150人ほどで、町のゴミ処理や介護、昆布加工、福祉ショップを経営しつつ、この仲間たちは共同で生活をしています。 全員が精死に病を持つ人々なんですが、当事者研究として自らの病を自らで研究するという世界でも唯一の試みが実はここで続けられているんです。これ小さなことですよ、皆さん。だけどね、ものすごくすごいことなんですよ。なんかね、そ、その興奮をぜひ皆さんに。で、どんな風にすごいかというと、 今までの統合失調症あるいは分裂症のあの病気というのはそれはフロイトにしろユングにしろみんなそうですけども健康な人が健康でない人の面倒を見るという今の病院制度はそうですよね病気じゃない人が病気である人を回復させるというねここ関係ないんですここは精神心に病を持つ人が心の病そのものを自分の力で治そうという 試みなんであります。ですから、幻覚、幻聴に襲われたりなんかすると、そのことを克明に報告して、一番す,がすごい幻覚、幻聴には、幻覚妄想大会というイベントで、ズバリ、対象が与えられるんですね。はいええ、大会対象に選ばれた。これは最近の作品でこと、もう作品としか言いようがございませんが、窓から入ってくる緑の牛。 えー、そしてえりも岬の UFO 搭乗機、うん、UFO 乗っちゃったという<ー>そしてもう本当にラジオで言うのもなんでございますが、えー、小泉総理大臣がベテルの家にやってきてちょっと女性患者とできちゃったという、えー、小泉総理との恋という妄想が。 大将に選ばれたというね。孔頭無形な感じのね。孔頭無形ですね、きっと、ね。うん。で、ね、ベテルではそのグループの中だけしか通用しない言葉がある。幻覚の中に現れる人影、気分、興奮ですな。例えば、小泉総理がこっそり遊びに来たりするわけですよね。そのゲ、ゲン、うん、幻覚の中でねそ。そういう小泉さんみたいな人がやってきたり、緑の牛がやってくると、あるいは UFO の宇宙人が来ると、それらをまとめてお客さん、 と呼ぶそうで。で、えー、一生懸命こう。何かこう。自分は何も聞いてない言ってないのに何か喋ってる？声が聞こえる。それを幻聴さんと言って客観視していくんですね。そしてそれらとお客さんとか幻聴さんと対話していくんです。あの言葉は激しいことなんですが、狂気ですよ。一種のね。あの分裂の幻覚幻聴ですから。ちゃんと秩序があるんですって。 秩序がないと思うじゃない高等無形って言ったじゃん。うん、は頭、い、無形に秩序があるんだよね。それなんだよ、つまり。ユングが一番驚いたのは。うん、分裂症の人たちって、なんかとんでもないことを言ってると思うんだけど、いくつも合わせていくと、全部共通項があるんだよね。そ、そのことに驚くんだよ。深層心理学のユングという人は。あの、一人の分裂、これはあの、もちろんちょっとい、 立ち話しますね。ユングの話ね。ユングが、あその、精神病院の、あの、先生で医療に当たっているときに、一人の男の人が、空を見上げながら、ちょっと正確には思い出せないから勘弁してくださいね。えっと、太陽のペニスっていう幻覚を見るんですよ。はあ、東の風が吹くと、太陽からおちんちんがぶら下がって、西側に傾くっていう。はあ、うん。 で、それはとんでもないことでしょだから、幻覚だし、高等無形なんです。いえいえいところが、カナさんね、すっごい不思議なことに、ユングが古代の神話を調べるんですよ。<う>そしたら、古代の予言者の、その、イルージョンの中に、太陽から下がったおちんちんが、東の風に吹かれて西に傾くって予言があるんですよ。 へえ。その予言者が出てきたのがもう3000年も4000年も前なんですよ、はい、だから4000年前の人の幻覚と今目の前にいるこの人の幻覚がなぜ共通なのかということで CG ユングはこれは狂気なんて簡単に呼び捨てられないと狂気という異世界が存在するんだそれを彼は名付けて集合的無意識あるいは、うん 普遍的無意識と名付けたんだ。はい。この c g m の発見だってものすごい世界を動かしたんですけど、ここではすごいことに、ベテルの家ではすごいことに皆さん、患者の人がそれをやるんです。うん,うんと、ベテルの人には頑張っていただきたいと、なんかそんな風に思うんです。で、これは世界にも発表されて、世界、特にヨーロッパの学者さんたちに大打撃を与えてるんです、ベテルの存在は。どこもやってないから、世界中で。えー うん。北海道の浦川のこのグループだけなんですよ。第三者の精神科医ではない。当事者が自らの心を癒すための処方を自らで考えていくということなんですね。うん、で、さらに被害妄想、関係妄想、自傷行為、リストカット。あの、自傷行為をやる人がるリストカットすぐやっちゃう人がね。はい、まあ社会問題にもなっても、これは健康な人から見るともうちょっと手をつけられませんね。ところがね、 そのリストカットあるいは自傷行為あるいは自殺行為に走る人を徹底して報告書を書かせるんで死のうと思っったの共通項があるんだって、はい、それが何かに悩むひどく疲れる暇で寂しいお金がないお腹がすいたこれで起きるんです。 これすごい具体例だと思いませんか。はい、お付き合いください。ベテルからの報告でございます。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。えー、まあ、日本まだすごいんですよ。自殺者はね。増えてるすね、えー。なんかいろいろあるかもしれませんが。ベテルからの報告はすごく具体的であります。えー、人間は死にたいとか、もうなんかこう。自分で、えー、自分のことを傷つけてしまうような、そういう事件にまで。自分自身がこう追い込まれたとき それはどういう状態であるかを徹底してそういう行為をやる人たちが報告し合うことによって突き止めていく非常に具体的ですけどもカナさん分かりやすいですよね、はい、悩む疲れる暇で寂しいお金がないお腹が空いたこのえ5つから6つの条件が全部揃うと人間は死の衝動に襲われるという、うん、でベテルではとにかく 疲れたらすぐ休む体勢とか、それからお腹が空かないように努力するとか、なるべく寂しくさせないとか、この条件を揃えないように努力することで、減るんですって、自傷行為が。悩む、疲れ、暇で寂しい、お金がなくお腹が空いた、という、この死への衝動を誘う条件を、なんとかなさん、マスコット人形にしてるそうです。えマスコット人形にしてるそうです。 ど,どういういことですか「悩む疲れる暇で寂しいお金がなくお腹がすいた」の頭文字を取って、はい、マスコットの名前は夏久なんかすごいです、ねね、これあの狐の顔したお人形さんで、はい、これをいつも持ってて、うん、その5つのうちのどれかをその,あの自分に揃ってないかどうかを確認するときのためのマスコット。 にして。夏久を夏久を悩む、疲れる、暇で、寂しい、お金がなく、お腹が空いたのかしら文字。夏久、えー、すごいよな。ちょっと興味深いですね、うん。で、これは簡単なんでありますが、夏久さは多くのメンバーの中に住んでいり、語り合うことが可能なのである。えー、精神、医療薬に頼らずに、己に対する呼びかけが、この狂気。 人間をこ苦しませる狂気を人格化することで、その狂気に対しても語り合うことが実は可能なのかもしれない。うん、この夏久男という狐顔の人形はですね、マスコット人形は、これはですね、下手したら、その病院にある精神、あの、に対する、あの、薬の新薬以上の21世紀の大発見になるかもしれないというね。 何が重要かというと、私ども、つまり、まあ、あの、異様な言葉遣いになりますが、正常者と名乗っている私たちでさえも、夏久、うん、オは、暮らしの中でばったり会ってるんですよ。<え>ですから、ベテルの人が言うように、一人一個夏久オのマスコット人形っていうのは、重要だしこ、重大な発見だというふうに思うんですね。うん、著者の指摘は、どうやらここにある。 異常の病に生きるベテルの人たちの悩みにこう近づくうちに、実は我々自身が少しやっぱりその異常な部分を抱えていく。その過程に読む者が我が正気に狂気を感じ、狂気の病に苦しむ彼らに逆に人間らしさを感じてしまうという。それがこの本の著者の指摘の私は鋭さではなかろうか。もちろん言っておきますがその指摘は決して、その、健常者の人の足元を救ったり、ね、油断を。 こうついたりなんかして意地悪であの言ってることではなくて私はやっぱりこの著者斉藤さんってのはものすごく静かに深く人間を捉えているんですな、はい、一人一人の人物を取り上げながら「ベテルの家」のメンバーをこの斎藤さんは紹介していかれます。清水理香さんかなの報告であります。不安が頭の中に一粒落ちる それがそのまま一つで滲んで消えていくとき、その不安がいきなり増殖し、まるで打ち上げ花火のように頭いっぱいに広がり、しかも次々と炸裂する。時がある。不安をコントロールできないのが清水さんの病態である。この清水さんがベテルに来てからは非常に順調な生活を送っていらっしゃる。ところが突然、その不安が清水さんを襲い、一歩も動けなくなる。 うまく社会に適応できると思った瞬間に病態病が前にも増した力で引き戻しに来るんだそうです。はい。それがやっぱりこの病の人たちを、えー、無力にさせていくというね。で、清水さんはすぐに日赤の精神科の河村さん。こ立派なお医者さんですな、この方は。えー、河村俊明さんという方ですね。そこに運び込まれる。河村医師は慎重に検討して、えー、抗精神薬の、その、 薬を与える。これもなんかいっぱいあるんですね。エブリファ、ファイでいいのかなこれを服用していたが、その薬をリスパダールに戻す。リスパダールにはいくつかの欠点副作用がある。ぐったりとまどろんでしまう。周りが曖昧になり、えー、糖尿病を招くほどの体重増加が見られるそうです。うん。で、エブリファイはそのような副作用がなく逆に物事がはっきりくっきり見える。 で欠点は、すごいですね。この、こう、精神薬と言いますか、心の病を治す薬もね、このギャ、欠点は、物事がはっきり見えるのはいいんだけど、幻聴や幻覚まではっきり見えるそうですよ。<ー>うん。だから、清水さんは、エブリファイが強すぎて、世界がはっきり見えすぎたのであると。<ー>で、脱力するために、頑張らないために、今は、ディスパダルと、河村さんは判断したという。この、しかし、 ねえパ、難しいもんですな。清水さんの苦しさは、しっかりと世界や暮らしが見えてくる。だが、その見えすぎる世界で、誰かが私を憎んでいるとかっていうことで妄想が強くなるということなんですね。はい。うん、それで、うん、自分を守るために誰かを悪者にして激しく、うん、そう、責めてしまって、とんでもない人に喧嘩を売ったりなんかしているというね。でも、ここで重要な指摘が、 この河村医師からされるんですねでどういう指摘なさったかはちょっとまた明日の続きでこ,、はい、この次また明日のマネタの上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈です抗精神薬の話をしておりますのでちょっととにかく薬の名前を整理しとこうね、はい、えっとエブリファイというのがピブリファイでいいのかなエブリファイというよみんなの,あの薬があるこれは精神心に効くあれですけども、えー、ぼんやりした頭にはっきり させるシャキッとさせるというような抗精神薬なんですね。これの反対が、えー、リスパダールという薬を飲むところがリスパダールには副作用があって体重が急激に増えてしまうんですって。でねこの精神の緊張と痴漢に苦しむその統合失調症の清水さんがつぶやいた言葉ですけども「健康な人っていっつもリスパダール飲んでるようなもんなんだろうか」っていう。 ね、清水さんは人と会ったりなんかするとすっごく緊張するわけですよ。えーね、でその緊張しすぎてもう心身がくたくたになって切れてしまう,うそれであの精神を緩やかにするためにリスパダールをのむでこれは、えー、そのやっぱりちょっと糖尿病になるというようなね 当分過多になってしまうというような体質になる。急激に体重が増えるというような副作用がある。はい、でも、清水さんが投げかけた疑問は、健康な人はいつもリスパダール飲んでるようなもんだろうかっていう。うん、なぜかというと、都市に住んで大きな町に住んで数万人の人間とすれ違いながら、何一つトラブルを起こさない健康な人たちっていうのは、これはある意味で、 大量にリスパダールを服用している統合失調症の人と同じではないかと。うん、ドキッとしませんこの指摘。はい、そうですね。我々よく平気で生きておりますよね。うんうん、こっからがまた、その斉藤さんの指摘のす,すごいとこなんだ。はい、このリスパダールの副作用の体重増加と糖尿病。 これ考えてみたら40代男性で3人に1人と言われてるわけでしょああ<ー>。ということはその3,000万人近い人々も実は糖尿病予備軍であるということは清水さんと同じ病態を抱えている健康な人と呼んでも言ってもいいのではなかろうかと。ね。 逆にです。社会薬の追求にもえ、政治の構造や異性者の裏を探り、大企業の密室やデータを暴くことに頑張る人たちっていうのがいます。はい。それはやっぱり、エビリファイというね、緊張する向精神薬の大量服用者としても見えるわけですね。うん、そうやって考えてみると、何が心にとって健康なのか不健康なのか。 うん、あの今年特に感じないそういうの,、うん、あの猛烈に燃えてるジャ,ーナリスジャーナリズムに生きる人っているね正義に燃えてる人ってね発言がどん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 過激になるそれから、うん、時々あのコンビニに行った時にあの週刊誌のタイトル文字を見ますけどすごいですなもう日本なんか再来週ぐらいに滅んじゃうんじゃないかっていう勢いで。うん 暴露してあある週刊誌がありますね、はい、この先生きててもいいこと何一つもないぞというあの記事をお書きになる記者さんたちっていうのはもうやっぱりそこを調べるわけでしょまる電力会社からまる市長はいくらもらってるとかっていうのを何ヶ月間も調べてるっていうのはちょっとやっぱり。健康的ななことではい健康的なことではないな。 えー、ついこの間ですよ。ついこの間ですけども、やっぱり東北の方でね、ガイガーカウンターをお,き、はい、お買いになって個人で。はい、あれそんな高くないんですね。今安いのも出てきてる、ね、安いのもね、うんええ。もうそっからじゃガーガー言うらしいですな。週刊誌が書いてある通り、セー発表なんかは嘘で。ただし、気をつけましょうね。これ私も、 最近仕入れた情報でびっくりしたんですが、ガイガーカウンターって、ものすごく、その、調律が難しいんですって。ああ、なんか調整しなくちゃいけないんですかそうです、そうです。あの、だから、放射線の中の何を測るのかというのを、ちゃんと初期設定しないと、むやみにやってもダメです。全部ガー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 言うんですって、ガーガーなるようにできてますから、機械が。だから、何に対してあなたはガーガー言うのっていうのを、 ちゃんと設定しないと、なりっぱなしになっちゃいますよっていう。そうですね。ええ、ですから、何の放射線かっていうのをちゃんと調べないと、あの、全部になっちゃいますから。でも、外側カウンター持ち歩き始めたら、本当につらいですな。うん、うーん。しかも安く手に入るというし、やっぱりやるんでしょうね、いつか。 ネットショップとか。あり得ることですね。テレビショッピングなんかでも。写真始めちゃったらもうやたらどこでも。それはだって、放射線測る道具を持ちは何でも当ててみますわ。うん、で、使い方わからなかったらなりますわ、そら。うん。うん、だそう、とことか感じると、やっぱり、その、何万人の人と平気で据え違えるという鈍感さ。何万人の人が全部悪人に見えるという正義感。 そういうことを考えますと、私たちそういう意味では、心の健康とは何だろうかということをもう一度振り返らざるを得ない8月であることは間違いございません。まだまだ皆さん絶望しないぐらいよ。この後延々と続きますからね。え、あの暗い顔なさらないでください。最後まで聞いて結論の表情をお、お伺いかべください。この続きまた明日のマネータの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ベテルの家を紹介しております。斎藤道夫さん、治りませんように、ミスズ処方という本屋さんから出ております。この、ベテルの家の清水さんという、まあメンバーの方の精神的な病の報告をしながら、斎、はい、藤道夫というこの書き手は非常にクールに、 一般社会ですな。我々の社会とこのベテルの家のメンバーの人たち、人間性を消失し、感情をすりつぶしている世界は一体どちらなのだろうかとおります。そして、これは私自身も知りませんでしたけども、これ実はベテルの家って大変な事件が起きてるんですね。はい、2004年5月7日深夜、その浦川日赤病棟で、実は殺人事件が起こってしまってるんですよね。はい えー、ベテルのメンバー、竹内博人さん、28歳が、知り合いの統合失調症の男性42歳に、刃渡り15センチの包丁で何箇所か刺され、出血窒息のため死亡ということなんであります。うん、これは、もうベテルを揺るがす大事件ですね。浦川の町自体も入れるんでありますが。で、えー、病院の責任者である河村医師。この方、と、それからベテルの家の、まあ、責任者です。向井谷知さんも筆頭にして、 えー、これはもうメディアからものすごい勢いで出席されるメディアの正義論ですね。ねえ。まず、精神病棟に刃物を自由に持ち込めるという自由さを認めた管理責任。これが激しく責められます、はいえ。次に刺した男性が警察に通報されるまで、えー、病棟内のソファーに座らされていた。こういう事態をメディアは放置したと。 殺人を犯した、え、戸越著書の男を放置していた、ということで。で、えー、ベテルについては、外出許可が野放しであったと。すごいですね。これ野放しって言っちゃうんですな、えー、全国から変なのを集めていい気になってる奴がいるぞ、とうとうのやっかみが、えー、新聞社にやってきて、まあ、記者さんたちも、正義のお面を被りまして、 この河村師と、それから、ベテルの関係者である向谷地さんを、に罵声を浴びせるという、えー、メディアが口にした、絶えず口にしたこ、えー、言葉、人一人死んでるんですよこの事実どうするんですかこれですね。正義を追求する正義メディアは、精神病棟なんだから、金属探知機を出入り口につける。そして、警察の見回りを厳重にする。学童が、当下工事は必ず、町内揃って、 まあ、ズバリ言いますと、その手の人間が近づかないように子供たちを守る。はい、こういうことやらなきゃダメだっていうね。うん、もう、ベテルはこの時に20年間積み重ねてきたことが全部突き崩される。もう壊れてしまうという、そういう事件だったわけなんですね。うん、これはもう本当に切ない事件でありまして、これは殺人事件なんでありますが、刺したはずの男性は、 もうこのことを全く記憶していないのであります。はい。えー、刑事捜査と司法もまたこの事件を殺人として取り扱いのないのであります。えー、激しいメディアの罵倒には北海道全道に伝わりまして、出てるのメンバーもまた、すごくその、自分たちも同じような、分裂症の病を持っているということで、もうメンバー自体もものすごい不安に突き落とされるという。 これ、河村医師ってなり立派ですね。このまだずーっと責任を取り続けるんですね。はい、ひたすら詫びるというね、あの、病院業務をやりながら、ところが、すごいもんですな。そのベテルのメンバーがですね、がっくりと肩を落としている向井奴さん、あるいは河村医師、河村先生に、励ましの声をかけたという。うこれは、まあ、対戦金の言葉ですな。はい、先生、がっかりすんな。 そうおっっしゃったんですよねその次に出た言葉「先生人間って死ぬもんだぞ <laughs> 事実です分裂症や統合失調症で苦しむ方々がその先生といつも世話してくれるソーシャルワーカーの向谷さんにかけた言葉」「人間って死ぬもんだぞ」これが統合失調症の患者さんから もたたらされた言葉であります確かに幼いちょっとおしたったらずの言葉でありますしかし正義を名乗るメディアが叱責した人一人死んだんですよっていうこの強い口調とは真逆にあるこの一言これやっぱりあの私たちがなんかこう言い当ててない事実を彼らはちゃんと言い当てているのではないか。はい 人間は死ぬもんだぞという前提を前にして共に生きるってことを考えない限り共に生きるってのはねごめんなさいね、今ちょっと熱弁振ってる間に口の中からソーセージが飛び出したもんですから。<laughs> <laughs> <laughs> ごめん。女房には言わないで。ちょっと小腹が空いちゃったの。アメリカンドッグを半分だけ食べたのよ、僕が。油ものはいけないって言われてるのに。ごめんなさい、話を元に戻しましょう。 本当に、あの、この事件で、全道は、まあ、様々な、その動きがあったらしいんですけどもね、2006年、あ、ごめんなさい、2004年の、えー、5月のこと。ところが、裏側は静かであったと。これ皆さん、うん、深い言葉でしょう、うん、殺人現場、事故現場は静かであり、その現場から遠ざかった上、そこが、 ものすごく大きく騒いだという。うん、これあの、報道のもたらすいつもの同心円ですね。中心は静かですな。そして一番外側が一番やかましいんですな。実は裏側の人たち、そしてベテルの人たちはもう懸命に次の一歩を歩き出していたという。この次の一歩とはどんな冬に歩み出されたのか。 それは来週に譲りたいと言います。この次また来週のマネートの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。北海道浦川にあります。ベテルの家からの報告。治りませんように。斉藤道夫さんの著書であります。 え、週手を話したのは2004年の5月のことでありますが、えー、メンバー同士の中で殺人事件が起きるという、そのことで、ベテルの家も、そのやっぱ存亡の危機にという、それから日赤の精神科の先生なんかもメディアから人一人死んだんですよ、というので、ものすごい叱責を受ける。しかし、 こ,こ,のとこをちょっと繰り返して伝えておきますがその北海道中がその統合失調症の人の起こした事件に関してやっぱりスキャンダルスに揺れていた時肝心要の現場であるとこの裏側は実に静かであった、はい、そしてメディアは日赤の対応を怒鳴りつけベテルの家のその間抜けさその手抜きを叱りながら現場を去っていっ で重大なな見落とししをやってしまうんですな、はい、実はメディアが全く報告しなかった人間史あるいは人類史に残るような事件がこの事件の直後に起こっております。それは殺された竹内さんの葬儀で起こっております。うん、なんと皆さん、教会で行われた葬儀で竹内さんのご家族がですね、葬儀の席上で 日赤、浦川日赤、そしてベテルの家の運営のあり方を決して変えないでください。<ー>絶対に辞めたりしないでください。それだけはお願いしますと励まされ、なんとその証として、加害者の両親を葬儀に招かれたのです。<ー>そして、同じ病ですね、統合失調症の、まあ、患者さんの、まあ、刃物で、 え、命を落としたという、その、ヒロトという、竹内ヒロトという、その親御さんであるお父様が、ヒロトは病に苦しんでおりました。28歳という若さで生きましたが、お聞きしますと、加害の立場に立たれた方は、私どもよりも長く、息子さんのその病とご両親は、戦い続けて、生きてこられたのであります。私たちよりもはるかに苦しい思いを、 なさっているのです。本当に苦しかったでしょうと、この両家、被害加害の立場を超えて親が共に泣いたという。<ー>精神に病を持つ息子を持つことの悲しみと苦しみは親として差があるわけがない。ここに被害と加害の真逆の立場は絶対にない。東合市長省の方があ思わずその、 え、浦川日赤の精神科の先生を励ますために呟いた言葉、人間は死ぬもんだよ。メディアはこの光景を見逃している。一人一人死んだと。そう叱責したメディアはその場にいないのである。報告しようとしていないのである。そのメディアの態度というのは、精神病をいかに社会全体で受け止めるか。 そのあり方、そのやり方について何一言も語り出さず、一ヶ月後には全く違う話題へ走り出している。はい、メディアは人一人死んだのに、その後何一つ提案ができないのである。うん、このあたり、その斎藤さんという著者自身が実はテレビというメディアの人であります。ですから、彼の指摘は実に重く、 現場は静かであり、その輪の一番遠い外側で、外側から現場を叱責し、正義を語り、怒鳴りまくり、警戒せよとメディアは騒ぎ立て、同心炎上の外側の世間だけを揺らして終わった。それがメディア、お前ではないか、と、自責も込めておっしゃっております。はい、このあたり皆さん、この指摘、よく覚えておきましょうね。うん 事件現場は最も静かであり、その現場から最も遠い外側で真ん中を叱責し、正義を語り、なぜこんな不調な事故が起こったのかの原因を並び立てて世間を揺らす。それがメディアかというこの叱責は、今非常に重たいと思いますな。うんはい、再臨界の問題なんか典型的ですな。 学者さんが叫び首相が慌てメディアは騒ぎ現場の所長さんは黙って海水注入を続けられたという現場は静かであるという、えー、竹内さんの死一人死んだことを社会的問題とするメディア死んだことをなぜと問うメディアだが死そのものについて問うことは絶対にない。 事故を起こしたあ浦川日赤ベ,ベテルはあれほど激しく叱責したメディアは記者たちもまた自分たちも死ぬということを忘れてしまっている人間は死ぬもんだという思いから強制の思いが芽生えてくるのではないかっていうね。 えー、ベテルには統合、あるいは失調、分裂の病の人がたくさんいます。あ、また、人間アラルギー。人間でありながら人間が怖いという方もいらっしゃいます。人格障害の人たちが、そういうことに苦しむ人たちであります。しかし、えー、この病態は死に引きつけられやすく、誰かの視線が気になったり、悪意を感じたり、心の中を悟られ、 というね。うん、もうこう、見透かされてるという、なんか自分の心、いつも誰かに覗かれてるという不安障害の人がいます。で、そういう無力感から事故に対してアレルギーを持ち、自分が許せなくなる。で、この人たちの、まあ、最も強い衝動ですけども、自ら死ぬという死の衝撃のボタンを押しやすくなる。そんな自分を生き、懸命に自分と折り合いをつけようとするベテルの人たち。ここでもう一つの問題は、 彼らはね、この病気が治ってしまえば、またあの恐ろしい社会に戻らなければならないという不安があるという。うん、ベテルの人から見た世界というのは、ほん私たちもう一回考えてみる必要があるような気がするんですけど、この続きまたまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。えー、いろいろ現在進行している日本の問題も含めまして、重ねて読むと、本当に、 奥深い一冊だと思います。斉藤道夫著、治りませんように、ベテルの家の今ということであります。統合失調症に苦しむメンバーたち。で、そのメンバーたちの抱える問題は案外深いところで現代社会のという、向谷地という方がいらっしゃいます。私も何度かお会いした人。人間的に魅力のある方でありますけども、えー、この方が、あそのベテルの家で何年か生活した人は、病気は治ってもなかなか社会復帰しようとしない。 それはどうしてかというと彼らが精神ののの分裂の統合病のあった場所へ充満している場所へ帰らなければならないという恐怖感がどうも「ベテル」のメンバーたちの中にある。 向井内さんはおっしゃっております。やはり社会そのものの中に人間関係や世間の仕組み、そのものに何か非人間的な人間を強く否定するような気配が今充満しているのではないでしょうかベテルのメンバーから見れば社会世間の側に実は狂気が充満している。彼らが発症したのは己の正気を守るため、その衝動ではないか。暴れているのは狂気ではなく正気が暴れる。 ベテルの側から見るとその人たちの顔の中に凶器が見えてしまうという,う,うあれこれに話したっけはいあっこれ話してないな俺ねあのねこういうことがあったそうですよ、ええ、向谷地さんから時間に聞いた話でこれちょっとずるいあのねちょっと私だけ取材したことになっちゃって、ねあ,ええ、あの ベテルのメンバーはいかがですかあの大きい震災とかありましたけど、うん、ったら、向谷谷地さんが、出てくるかなと思ったら、やっぱり出てきました。何がですかつったら、3.11以降ね、ベテルのメンバーたちの中で責任を取りたいっていう方が数名いらして、うん、何の責任つったら、あの地震を起こしたのは俺ですというのが出てきまして。はい、で、その後すぐに、あの、 津波は私のせいっていう人が出てきて、うん、うん、それでまたベテルのメンバーが全員集まって、地震を起こしたことのある人って聞いたら、やっぱり105名中かなりの方が私ですっていう。うん、うん。だからまたものすごい人がいたんだって。もう今だから言うけど、中国でも私やっちゃったのっていう人がいてね。うん。うん、でもう本当にすまないって詫びてらっしゃるという。だけどね、皆さん。 これはもちろん妄想ですよ。うん、彼らの精神が病ゆえにこういう発言を。しかし、この病は重大ですなぁ。金さんに話さなかったっけ俺も龍馬が行く中でワクワクするのは、龍馬が二十歳の時かな、はい、江戸の町で剣術修行を忘れて、ちょっとガールハントに熱出しちゃうのよ。うん、でね、夜中にこっそり惚れた女のとこに行くのね。はい、その時にね、安静の大地震が起きるんです。江戸の町に。うん これ今で言うとね、マグニチュード8.4ぐらいだったらしいんですよ。大きいですね。大きいですね。その地震のさなかで、龍馬が行くという小説の中ですよ。龍馬が叫ぶんですよ。うん、その女の部屋に入ろうとした、色かに迷った龍馬が、俺だ、うん、俺のせいで天が怒っているって言うんですよ、うんで。揺れる大地に踏ん張った龍馬は、うん、袴を握りしめて、星に向かって叫ぶんです。うん、待っててくれ立 立派な仕事のできる男になるから、もう少し待てと言って彼は天に詫びるんですね。うん、狂気ですな。龍馬の狂気ですな。でも、この狂気ゆえに彼は勤労の獅子になりますな。勤労の獅子とは何でしょうボランティアという言葉ですな。 あそうなるのか坂本龍馬はこの後ボランティア活動それも日本を今一度選択いたしたく総楼との親案にござ候という壮大なるボランティアになるわけですね、うん、狂気が正気を教えてくれるんですねちょっと極端かもしれませんけどもでも金さんもちょっと思わなかったいやでもそのなんかもうちょっとなんかちゃんと。 やっとけばよかったとかそういうことは後になって思いましたもん私たちの気づきが遅かったとか私たちが甘えていたとかなんかそういう思いが私のせいだと引き受ける人が、はい、ねこの国を元気にしてるんじゃないですかね。やっぱりね電車がひっくり返ってね雷のせいにしてちゃダメですよ。 考えようみんなで。うん、あ、そんな、ちょっと話が逸れてしまいました。小さな出来事でありますが、まだ私はあの一冊が忘れられない。だからベテルの家の人たちに興味があるのかな。多分ね、丸谷沙一さんだと思います。これ読んだ、読んでないんですよ。うん、読んでないんだけどね、純文学の作品でね、70年代、石文館という本屋さんにあった、難しそうな本でね、横にね、大江健三郎とかあったから絶対手出さなかったんですけど、はい こう、伸ばして、いつも、置く、元に戻してた本の中に、いいタイトルのね、ワクッとするタイトルの本があったのよ。それだけ覚えてんの、俺。はい。それはね、どんなタイトルかって言うとね、狂気よ。我らに生き延びる術を教えよ。っていう本なんだ。俺、この本が好きでね。あ、タイトルが。タイトルが。 いつか読んで、すっごい頭のいい人になるんだ、とかって思ってたのよ。はい、人文学読んで。うん、でも、その下にあったもうちょっとわかりやすい小説に手出しちゃったのね。それがね、柴田翔っていう芥川翔作家さんが書いた、送る言葉っていう本なんだ。<laughs> <laughs> あー、時間いっぱいですかこの続きまた、そのまねて上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。斎藤光夫、道夫さん、みすず処方、ペテルの家の今、治りませんようにという、東、え、後、ー、市長賞を中心とするグループの、まあ、活動とか、その記録であります。この本、えー、私は、ちょうど読んでる最中が、三、え、点、ー、3.11ぐらいだったのかな、うんはい、ですから、津波被害の方々を見れば落ち込むしですね、あの、福島原発、 毎日の希望のなさはもう報告されるたんびに嫌になるほど身に染みておりましたし、そしてこの本の中で指摘あったメディアとは一番現場から遠い外側で叱責しているという,う本質に何一つ触れてないのではないかというこの斎藤さんのメディア批判というのが答えたりなんかしましてね。はい。本当に落ち込んでる最中ですから、ね、無が夢中で読みましたけど、その中で 河村医師の報告ですね。それはこの本の中に書いてあるんですが、ベテルの家の人たち。もうちょっと終わってしまいましたけど、七夕のお祭りの時に、精神科のあのお医者さんを含めて、短冊にいっぱいこう願い事をして下げるんですって、浦川日石では。その短冊の願いの中で、河村医師が見つける祈り事。それが、病気があって幸せ、どうか、 治りませんように。これがもう、その、皮肉で言ってるんじゃないんだと。うん,うん。河村医師は決して目で見ることのできない心の病を別の処方で治せないかと願っているんですけども。でも、患者さんから出てきた願い事は、治さないでくださいという治し方。うーん、人間とは複雑で、うん 深いものですな、はい、治すことに夢中な医療があります。しかし、治さない医療。こういうのが、実は一番の医療行為なのではないかというね。うん、さてえ、学術の方の話であります。20世紀の前半、米国精神医療の先駆 HS サリバンという先生がいらっしゃいます。この方は、まあ、統合失調症分裂症、創発性の治療に対して、 これは富士の病であると、もう世界一般がそう片付いていたとき、その病を細かく観察しているうちに、奇妙な事実をその病から見つけ出しています。それはですね、これらの病は実は対人関係障害の病態であり、観察していると最も効果があるのは、 共感の資質を持つスタッフと同じ病を持つ者を寄り添わせる平々凡々たる接触。それが絶大なる効果があると。いうこれ医療関係のあれですから言葉固いんですが、うんはい、精神障害ってのは不自の病だって言われた時期に、どうも効果がありそうな方法がある。それは、精神障害に関して同じような素質を持った人。 あるいは同じ病をはっきり持っている人たちが毎日日々接触しながら生きているとものすごく病態に改善の兆候が現れるという。深層心,心理学で言うとフロイトもそうですし c ウンもそうです。同じようなあの素質があったんですね。はい、そのことが恐ろしくてと言いますかそのことに怯えないために彼らはあの精神の病というのを研究し始めるわけですよ。ねえ。 これ、当たり前のことだけど、そのことを、もう予感していたお医者さんがいたという。つまり、うん、ベテルの出現というのは、やっぱり予感されていたというね。これ、面白いですね。この、著者の斎藤さんがね、非常に興味を持って、この日赤の精神科の河村先生と向井あさん。この人たちがなんでこういう都合視聴者の人たちにこう寄り添うのかっていうのが、逆に不思議になってきて、この責任者二人に接近していくんですね。 この河村さんというのは精神科医といって非常に優秀な人で、えー、札幌で大いに腕を振るった。で、非常にこう名医の期待を周囲が持ってたという人なんでありますが、責任者として抜擢され、えー、裏川にやってくる。で、指導が終わればすぐ札幌に帰っていいんでありますが、帰れないんですね、河村さんは。うん、うん。これね、ものすごく重要な体験を河村さんは忘れないんですね。それはね、 精神の病を持った人が河村医師にかかって、この人は全力で現代医療、今もう抗精神薬、あの、薬で病と対処していくっていうのは、いくらでも方法ありますからね。はい。うん、これはもう絶対希望を持っていいんです。うん、人類必死になって心の病に対する薬探しておりますから。で、河村さんはね、そういう名疫のほうまれ高い人ですから、先生のおかげとか、先生が治してくれたとかっていう、感謝謝辞の言葉が、 いっぱい彼のとこにたまるんですよ。はいいっぱい溜まるんですけども彼は裏側にやってきてそのたくさんの心に病を持つ人を治すんですけども小さな町上にハッと気づくんですそれはすぐに札幌に戻っていれば気づかないでしょうけども小さな町にいたから気づくんですが先生のおかげで「先生が治してくれた!」って感謝の言葉を残した患者さんがすぐに再発して戻ってくるっていう事実なんです その時に川村さんがすごいんですね先生のおかげですということしか言えない患者を俺は作っているんじゃないだろうかっていう俺のやり方は重大な欠陥があるぞ、うん、医学というものに全てが委ねられているわけではないだからその先生のおかげでということは受け取ってはいけないんだ 自分はどうも患者さんに対して何々してはいけない人混みや出てはいけないよとかを連発している。それは送り出す時に彼らに緊張を呼び起こしている。自分はその再発するように患者を導いてるんではないだろうか。というところから直してはいけないんだっていう逆説にたどり着くという人の心の深さでございますが時間、はい、いっぱいでございます。この次また明日のマネジャーの上で。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、心の病を苦しむ人がいる。それを薬とか対処法で一生懸命治した。うん、名医と言われた人。ところが、その治しても治しても、その患者さんたちが実は再発して戻ってくる。それはもう致命的な欠陥が自分の治療の中にあるのではないか。うん、それは治そうとするからだ。治そうとすることが再発させているんだっていう。うん 自分は治さない名になろうっていう。この、こういう人がいるんだね。立派な人だなうんうんそして、この河村医師と両輪の関係が向谷地さんですね。このベテルの家では。はい、で、種明かしであります。冒頭、アウシュビッツ少年の誓い。すごい言葉でしょう。えー、どうか安心してください。僕は幸せになりませんからっていう。アウシュビッツで死んだ父母、姉、妹のために、 絶対にあなた方を忘れない。忘れない代わりに、僕は幸せになりませんから、安心してください。この冒頭、アブシュビッツの少年の誓いを、この著者である斎藤さんに紹介したのは、向井アさんなんでありますね。このエピソードに惹かれた著者は、原作を探すんですね。で、これはもうはっきりしております。ユダヤ人作家のエリ・ビーゼルさんで、ビーゼルの夜という作品がある、 その中にこれがあるんですね。斉<ー>藤さん、その一行読んでみたいわけさ。うん、原文をな。はい、うんうん。で、しつこいんだな、この人も。<laughs> 探すんですよ。その一行、向井八さんが興奮してこういうのあったよって言ったのをね。父と母と姉と妹を焼いた焼却炉の煙突。渦巻きに転型して立ち上っていくのを私は見たのだが、 決して私は忘れないであろう。私の信仰を永久に焼き捨てた炎のこと。生きて行こうという欲求を永久に私から奪ってしまったこの世の静けさのことを、決して私は忘れないであろう。その後に出てくるかなと思ったんですけど、ないんです。向谷市さんが言った。<え>ま 私は決して幸せになりませんからがないんです。あれはい。うん、これはおかしいなと。はい。一生懸命探すんですけど、どこにもないんです。はい。向井康さんから聞いて、この斎藤さんという著者は感動しているわけですけども、あるべきその箇所が、探しても探してもない。で、二人で夢中になって探す。向井康さんも探す。向井さんも読んだんですから。絶対にないはずはないんです。はい。 しかし、ないんです。ない。向谷谷津さんもそのことに関して、あれーかなんか言い出すんですね。ええ、そのうちに、この本の後書きに注目するんです。はい。この本の後書きはですね、著者の後書きじゃなくて、それを訳した、翻訳した人の後書きが一番最後にあるんですけど、うん、村上光彦さんの後書きの文章に、 こんな一文があるんです。私はこの本を幸せで屈託のない人たちには読んでほしくないと思います。アウシュビッツからの報告ですから、もう今幸せだなと思ってる人たちは、もう読まなくていいですと、思う苦しい本ですから。で、村上さんは一番最後に苦しい思いをさせたくないのですっていうね。やっぱアウシュビッツの現実をね、 本で読んで克明に刻むというのはやっぱり心に傷をつけることこ、深く掘り込むことですから傷つけることですから、役者の村上さんはそういうふうに後書きで締めくくったんでしょうね。えで、それを読んで、この本を幸せで屈託のない人生を送ってる人たちには読んでほしくないという役者の一番最後の言葉に 向谷地さんは青年の頃燃える思いで「安心してください」「僕は決して幸せになりませんから」とつぶやいたのが読んだということで記憶されたのではなかろうかとそれはいわゆる武田マジックと同じで,で向谷地マジックというかう下ろしたというか三枚に <laughs> 私はここを読んで感動したですよ私と同じ体質のの人がいたのか 原作よりも面白く名文をなぜお前は作るんだどれほど聞く人紹介した人に迷惑をかけるのだしかし記憶にあるものはしょうがねえじゃねえの読んだんだもの俺だってでも読んだのに書いてないぞと書いてないんや声は足す時々な龍馬が行くなんかにもあるんだ俺な本当にそれ結構俺いろんな作家さんから言われたことあるんだ本当のこと言おうか俺あの人から言われたことある何、まあね、なんだっけどなたですかあの あのポッポや朝田二郎さんですか朝田二郎さっきも言われたことあるんだよねなんといやあの本のあそこの言うことは良かった書いてませんよそんなの <laughs> そういう言い方ないじゃんね <laughs> 読んだんだからやだらまあ向谷さんと私は体質がよく似てるん <laughs> それ向谷さんの青年時代の心の叫びアブシュビッツの残酷な残酷な青春期を読んだ後役者が心配して 幸せで屈託のない人たちは読まなくてもいいですよって言った時に向か井奴の心の中に穂村のごとく反響した言葉安心してください僕は決して幸せになりませんからそれがこの本になっちゃったというねなるほどそれは向か井奴さんの言葉だったんですがでもその言葉を本から反射して思わず反応で呟いた向か井奴というのは すすごい人ですな、はい、私もいろんな言葉に遭遇してきましたがこんな強い言葉は読んでぎっくりしました皆さんもつぶやき返してみてください安心してください僕は決して幸せになりませんからこの続きまた明日のまネいたの上でおはようございます武田鉄也ですおはようございます水谷香奈です向かい家地という ベテルの家のソシャルワーカーのこの人物本読んで自分で勝手に作っちゃってその本に書いてあったに記憶したという、はい、その名文句が「安心してください僕は決して幸せになりませんから」この向谷地という人は青年時代にそんなことを決意するんですね、うん、ですから彼はいつも不幸せになる努力をするんですね、うん、不幸せになる努力うん向谷地さんねありてにズバッと言ってしまうとね もっと楽な生き方ができたはずなんだよ。それは先に行ったあの、病院の先生もそうです。河村さんっていう人も。だって札幌に戻れば免疫とかつってあがめられるから、楽なって言っちゃなんだけど、この河村さんも向谷地さんも、あの、不幸になる努力をしよう。それが幸せなんだっていうね。うそ,そういうね、逆説の中をひょうひょうと生きる人なんだよな。はい 圧倒されるよね。さあ、さえー、向谷谷さんとはそのような人だということを紹介して、私の大好きな夜と切り書きました。同じようにアウシュビッツで生きる死ぬの体験をしながら、ま、奥さんとお子さんも全部殺されるのかな ?V.E. フランクという心理学者がいます。はい。この人はね、こんなこと言っております。もう一番ゾクッとした言葉であります。V.E. フランク。生きる意味を問うてはならない。私たちは人生に問われている存在なのだ。つまり、 聞くな答えなさい。聞くな答えろ。うん。そしてこの一文を挙げて、これ、向谷さんが言った言葉なのかなこれ向谷さんが言った言葉だ。はいこ。こういう人ですよ。向谷というのは。私たちが最終的に問われているのは死ぬことなんです。 人生のステージの様々な危機を積極的に私たちはイメージしていかなければならないんです。私は結婚した時にいつもどのようにして別れるのか考えてしまう。実は結婚して幸せになることが怖かったんです。うん、これが向井つさん。な、うん、あ,あ、別れることを考えると大事にするわな。こいつと別れるかと思うと、カナさん。うん、俺のはいいんだよ。 あなたの場合だ。こいつと別れると思うと、はい、なんか今日一日許せると思わないうん、うん、こいつとずっと一緒にいるのかと思うと、むやみに怒りがこみ上げてこない。そうですね。なんか優しくできるような気がします。ねえ。やっぱりこれだよ。うん、はい。確かに向谷地さんの考え方は偏屈であります。苦労の哲学として、人には死の意識がなければ苦に耐えられないのである。 ベテルはたどる、たどり着くべき幸せのない集団である。故にここには人は死ぬものだということに対する不思議なわきまえがある。つまり人は死ぬものであるからこそ生きてゆけるのである。幸せになることもあるだろうが、やはりそれは目指すものではないのだ。なぜなら幸せとは不幸な側面を持ち合わせているからだ。幸せの体感とは 世界は二人のためにで象徴される。そういう歌がありましたね。はい。二人のため、世界はあるのーっていうね。<え>これは迷惑ですね。<え> <laughs> 名曲ですよ、だって。<laughs> つまり、この二人はなぜ幸せなのか。<え>これは、世界を閉じた。それゆえに幸せなんです。あせあ、はい。閉じないと、世界を閉じないと二人は幸せになれないんです。うん そうでしょわかります。人は幸せでは繋がれないのです。つまり、二人で幸せなんですから、二人は他の人と繋がろうということを拒絶することによって幸せなんですよ。うん、いや、朝から理屈言ってるぞ、この番組は。<laughs> で、人を繋げる最大のものは何かこれは著者が言っております。死へのわきまえである。いつかこの人も死ぬんだ。その弱さ、儚さが人を助けるのである。 人を結びつけるのである。うん、その前提があったからこそ、絆という3.11以降の日本の標語は、あの震災で亡くなられた方たちがもたらしてくれたつながりではないか。あの人たちがいなければ私たちはここまでつながることなかった。私たちはいつもあの震災で亡くなられた方とつながりたいと思うからこそ、私たちはいつでも涙する準備がある。 私たちが一番衝撃を受けたのは、道の区の人たちの死に対するわきまえの姿、わきまえているその姿が、生きている体感、私たちが今生きているんだという体感を強く揺さぶったからだ。3.11は少なくとも日本に住み、日本人と呼ばれる私たちの呼び名を変えた。私たちは生き残ったものなのである。 私たちが何か優れたから生き残ったのではない。ただ私たちは運で生きている。私が死んでもよかった。カンさんが死んでも、武田鉄矢が死んでもよかった。ただ運がよかったから生き残っていた。生死の境界は運だった。私たちを励ますのは、ベテルで呟かれた言葉。人間は死ぬもんだぞ。 その言葉で人間は死者を痛み、死者を弔い、死者を納得させる言葉。それを必死になって探すのである。そして生き残った者たちが死者へ誓う言葉も一つしかない。運が良かった私たちは彼らに今誓わなければならない。その死者との絆の言葉が、そう、向かいあちのあの言葉、安心してください。 決して私たちは幸せになんかなりませんから。こう決心すると心が弾みませんか。うーんこれなかなかすごい作品でございます。皆さんも何かこうそういう意味で考えるにはもってこいの領著だと思います。斎藤道夫、ベテルの家の今、治りませんように。さあ来週はまた別の話題で。あ、もう日本なんか再来週ぐらいに滅んじゃうんじゃないかっていう勢いで。いいえ 暴露してあある週刊誌がありますね、はい、この先生きててもいいこと何一つもないぞというあの記事をお書きになる記者さんたちっていうのはもうやっぱりそこを調べるわけでしょまるまる電力会社からまるまる市長はいくらもらってるとかっていうのを何ヶ月間も調べてるっていうのはちょっとやっぱり健康的なことではないな。 えー、ついこの間ですよ。ついこの間ですけども、やっぱり東北の方でね、ガイガーカウンターをお,き、はい、お買いになって個人で。はい、あれそんな高くないんですね。今安いのも出てきてるね。安いのもね,、うん、ね。もうそっからじゃガーガー言うらしいですな。週刊誌が書いてある通り、政府発表なんかは嘘で。ただしい、 気をつけましょうね。これ私も最近仕入れた情報でびっくりしたんですが、ガイガーカウンターってものすごく、その、調律が難しいんですって。ああ、なんか調整しなくちゃいけないんですかそうです、そうです。あの、だから、放射線の中の何を測るのかというのを、ちゃんと初期設定しないと、むやみにやってもダメだ。全部ガー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 言うんですって、ガーガーなるようにできてますから、機械が。だから、 何に対してあなたはガーガー言うのっていうのをちゃんと設定しないと、なりっぱなしになっちゃいますよっていう。そうですね。ねですから、何の放射線かっていうのをちゃんと調べないと、あの、全部になっちゃいますから。でも、ガイガーカウンター持ち歩き始めたら、本当に辛いですな。う,ん、うん。しかも安く手に入るというし、やっぱりやるんでしょうね、いつか。 ネットショップとか。あり得ることですね。テレビショッピングなんかでもなくて。持ち始めちゃったらもうやたらどこでも。それはだって、放射線測る道具を持ちは何でも当ててみますわ。うん、で、使い方わからなかったらなりますわ、そら。うん。うん、だそう、どことこ感じると、やっぱり、その、何万人の人と平気で据え違えるという鈍感さ。何万人の人が全部悪人に見えるという正義感。 そういうことを考えますと、私たちそういう意味では、心の健康とは何だろうかということをもう一度振り返らざるを得ない8月であることは間違いございません。まだまだ皆さん絶望しないぐらいよ。この後延々と続きますからね。え、あの暗い顔なさらないでください。最後まで聞いて結論の表情をお、お伺いください。この続きまた明日のマネータの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ベテルの家を紹介しております。斎藤光夫さん、治りませんように、ミスズ処防という本屋さんから出ております。この、ベテルの、はいえー、刑事捜査と司法もまたこの事件を殺人として取り扱いのないのであります、えー。激しいメディアの罵倒には北海道全道に伝わりまして、ベテルのメンバーもまた、 すごくその自分たちも同じようなあ分裂症の病を持っているということでもうメンバー自体もものすごい不安に突き落とされるというこれ河村石っていうのは立派ですねこの方ずっと責任を取り続けるんですね、はい、ひたすら詫びるというねあの病院業務をやりながらところがすごいもんですなそのベテルのメンバーがですねがっくりと肩を落としている向谷地さん あるいは川村医師、川村先生に励ましの声をかけたという。うこれはまあ対戦金の言葉ですな。はい、先生、がっかりすんなってそうおっしゃったんですよね。その次に出た言葉先生。人間って死ぬもんだぞ。うん、事実です。分裂症や統合失調症で苦しむ方々がその先生と。 いつも世話してくれるソーシャルワーカーの向井康さんにかけた言葉。人間って死ぬもんだぞ。これが統合失調症の患者さんからもたらされた言葉であります。確かに幼い、ちょっとおしたったらずの言葉であります。しかし、正義を名乗るメディアが出席した、人一人死んだんですよっていうこの強い口調とは真逆にあるこの一言。これやっぱり、あの、私たちが、 なんかこう、言い当ててない事実を彼らはちゃんと言い当てているのではないか。はい、人間は死門だぞという前提を前にして共に生きるっていうことを考えない限り、共に生きるってのはね、ごめんなさいね、今ちょっと熱弁振るってられ口の中からソーセージが飛び出したもんですから。<laughs> <laughs> あらちょっとごめん。女房には言わないで。ちょっと小腹が空いちゃったの。 アメリカンドグを半分だけ食べたのよ僕が油ものはいけないって言われてるのにごめんなさい話を元に戻しましょう本当にあのこの事件で全道はまあさまざまなその動きがあったらしいんですけどもね2006年あごめんなさい2004年の、えー、5月のことところが裏側は静かであったとこれ皆さん深い言葉でしょう、うん 殺人現場、事故現場は静かであり、その現場から遠ざかった上、そこがものすごく大きく騒いだという。うん、これ、あのー、報道のもたらす、いつもの同心円ですね。中心は静かですな。そして、一番外側が一番やかましいんですな。実は、裏が、いつも、不幸せになる努力をするんですね。うん 幸せになる努力、うん、向谷さんねそのありていにズバッと言ってしまうとねもっと楽な生き方ができたはずなんだよ。それは先に行ったあの病院の先生もそうです川村さんという人もだって札幌に戻れば免疫とかっつってあがめられるから楽なって言っちゃなんだけど川村さんも向谷地さんもあの不幸になる努力をしよう。 それが幸せなんだっていうね。うそ、そういうね、逆説の中をひょうひょうと生きる人なんだよなぁ。はい、圧倒されるよね。朝あ,あ、えー、向谷八さんとはそのような人だということを紹介して、私の大好きな夜と切り書きました。同じようにアウシュビッツで生きる死ぬの体験をしながら、まあ、奥さんとお子さんも全部殺されるのかな ?V.E.、はい、フランクルという心理学者がいます。はい。この人はね、こんなこと言っております。もう一、 一番ゾクッとした言葉であります。V.E. フランク。生きる意味を問うてはならない。私たちは人生に問われている存在なのだ。つまり、聞くな。答えなさい。聞くな。答えろ。うん。そしてこの一文を挙げて、これ、向谷地さんが言った言葉なのかなこれ、向谷さんが言った言葉だ。はい。こう、こういう人ですよ。向谷地というのは。 私たちが最終的に問われているのは死ぬことなんです。人生のステージの様々な危機を積極的に私たちはイメージしていかなければならないんです。私は結婚した時にいつもどのようにして別れるのか考えてしまう。実は結婚して幸せになることが怖かったんです。うん、これが向かいさん。うん、あ,あ、別れることを考えると大事にするわな。 こいつと別れるかと思うとかなさん,ん俺のはいいんだよあなたの場合だこいつと別れると思うと、はい、なんか今日一日許せると思わないこいつとずっと一緒にいるのかと思うとむやみに怒りがこみ上げてこないそうですねなんか優しくできるような気がしますねえやっぱりこれだよ、うん、はい確かに向谷地さんの考え方は偏屈であります苦労の哲学として 人には死の意識がなければ苦に耐えられないのである。ベテルはたどる、たどり着くべき幸せのない集団である。故にここには人は死ぬものだということに対する不思議なわきまえがある。つまり人は死ぬものであるからこそ生きてゆけるのである。幸せになることもあるだろうが、やはりそれは目指すものではないのだ。なぜなら幸せとは不幸な側面を持ち合わせているからだ。 幸せの体感とは怒りがここみ上げてこないそうですねなんか優しくできるような気がしますねえやっぱりこれだよはい確かに向谷地さんの考え方は偏屈であります苦労の哲学として人には死の意識がなければ苦に耐えられないのであるベテルはたど,るたどり着くべき幸せのない集団である 故にここには人は死ぬものだということに対する不思議なわきまえがある。つまり人は死ぬものであるからこそ生きて行けるのである。幸せになることもあるだろうが、やはりそれは目指すものではないのだ。なぜなら幸せとは不幸な側面を持ち合わせているからだ。幸せの体感とは 世界は二人のためにで象徴される。そういう歌がありましたね。はい。二人のため世界はあるの。っていうね。<え>これは迷惑ですね。<え> <laughs> 名曲ですよ、だって。<laughs> つまり、この二人はなぜ幸せなのか。<え>これは、世界を閉じた。それゆえに幸せなんです。あせあ、はい。閉じないと、世界を閉じないと二人は幸せになれないんです。うん そうでしょわかります。人は幸せでは繋がれないのです。つまり、二人で幸せなんですから、二人は他の人と繋がろうということを拒絶することによって幸せなんですよ。うん、いや、朝から理屈言ってるぞ、この番組は。<laughs> で、人を繋げる最大のものは何かこれは著者が言っております。死への脇前まえである。いつかこの人も死ぬんだ。その弱さ、儚さが人を助けるのである。 人を結びつけるのである。うん、その前提があったからこそ、絆という3.11以降の日本の標語は、あの震災で亡くなられた方たちがもたらしてくれたつながりではないか。あの人たちがいなければ私たちはここまでつながることなかった。私たちはいつもあの震災で亡くなられた方とつながりたいと思うからこそ、私たちはいつでも涙する準備がある。 私たちが一番衝撃を受けたのは、道の区の人たちの死に対するわきまえの姿、わきまえているその姿が、生きている体感、私たちが今生きているんだという体感を強く揺さぶったからだ。3.11は少なくとも日本に住み、日本人と呼ばれる私たちの呼び名を変えた。私たちは生き残ったものなのである。 私たちが何か優れたから生き残ったのではない。ただ私たちは運で生きている。私が死んでもよかった。カンさんが死んでも、武田鉄矢が死んでもよかった。ただ運がよかったから生き残っていた。生死の境界は運だった。まがそう片付いていたとき、その病を細かく観察しているうちに、奇妙な事実をその病から見つけ出しています。それはですね、 これらの病は実は対人関係障害の病態であり、観察していると最も効果があるのは、共感の資質を持つスタッフと同じ病を持つ者を寄り添わせる平平ボンボンたる接触。それが絶大なる効果があるという。 これ医療関係のあれですから、うん、言葉固いんですが、はい、精神障害ってのは不自の病だって言われた時期に、どうも効果がありそうな方法がある。それは、精神障害に関して、同じような素質を持った人、あるいは同じ病をはっきり持っている人たちが、毎日日々接触しながら生きていると、ものすごく病態に改善の兆候が現れるという。うん、深層心理学で言うと、 フロイトもそうですし、シジウムもそうです。同じような、あの、素質があったんですね。はい、そのことが恐ろしくてと言いますか、そのことに怯えないために彼らは、あの、精神の病というのを研究し始めるわけですよ。ねこれ、当たり前のことだけど、そのことを、もう予感していたお医者さんがいたという。つまり、ベテルの出現というのは、やっぱりこ予感されていたというね。これ、面白いですね。この、著者の斎藤さんがね、 非常に興味を持って、この日赤の精神科の河村先生と向井さん。この人たちがなんでこういう都合市調症の人たちにこう寄り添うのかっていうのが、逆に不思議になってきて、この責任者二人に接近していくんですね。この河村さんというのは精神科医といって非常に優秀な人で、えー、札幌で大いに腕を振るった。で、非常にこう名医の期待を周囲が持ってた。 という人なんてありますが、責任者として抜擢され、え裏、ー、側にやってくる。で、指導が終わればすぐ札幌に帰っていいんでありますが、帰れないんですね、川村さんは。うん、うん。これね、ものすごく重要な体験を河村さんは忘れないんですね。それはね、精神の病を持った人が河村氏にかかって、この人は全力で現代医療、今はもう高精神薬、あの、 薬で病と対処していくっていうのは、いくらでも方法ありますからね。はい。うん、これはもう絶対希望を持っていいんです。<laughs> 人類必死になって心の病に対する薬探しておりますから。で、河村さんはね、そういう名医の誉れ高い人ですから、先生のおかげとか、先生が治してくれたとかっていう、感謝謝辞の言葉が、いっぱい彼のところに溜まるんですよ。はい。いっぱい溜まるんですけども、彼は裏側にやってきて、 その、たくさんの心に病を持つ人を治すんですけども、小さな町上にハッと気づくんです。それは死の衝動に襲われるという。で、ベテルでは、とにかく疲れたらすぐ休む体制とか、それからお腹が空かないように努力するとか、なるべく寂しくさせないとか、この条件を揃えないように努力することで減るんですって、自傷行為が。 悩む、疲れ、暇で、寂しい、お金がなく、お腹が空いた、という、この、死への衝動を誘う条件を、なんとかなさん、マスコット人形にしてるそうです。えマスコット人形にしてるそうです。ど、どういうことですかマスコット人形、はいえー、悩む、疲れる、暇で、寂しい、お金がなく、お腹が空いたの頭文字をとって、マスコットの名前は、夏久 <laughs> これあのキツネの顔したお人形さんで、はい、これをいつも持ってて、うん、その5つのうちのどれかをそのあの自分にそろってないかどうかを確認する時のためのマスコットにして「夏久を悩む疲れる暇で寂しいお金がなくおなかがすいたのかしら文字すごいよな。うん で、これは簡単なんでありますが、夏久夫は多くのメンバーの中に住んでいり、語り合うことが可能なのである。えー、精神医療薬に頼らずに、己に対する呼びかけが、この狂気、人間を苦しませる狂気を人格化することで、その狂気に対しても語り合うことが、実は可能なのかもしれない。うん、この夏久オという狐顔の人形はですね、マスコット人形は、これはですね、下手したら、 その、病院にある、精神、あの、に対する、あの、薬の新薬以上の21世紀の大発見になるかもしれないというね。はい、何が重要かというと、私ども、つまり、まあ、あの、異様な言葉遣いになりますが、正常者と名乗っている私たちでさえも、夏久男は、暮らしの中でばったり会ってるんですよ。ええ。ですから、 ベテルの人が言うように一人一個夏サオのマスコット人形っていうのは重要だしこう重大な発見だというふうに思うんですね。著者の指摘はどうやらここにある異常の病に生きるベテルの人たちの悩みにこう近づくうちに実は我々自身が少しやっぱりその異常な部分を抱えていく。 その過程に読む者が我が正気に狂気を感じ、狂気の病に苦しむ彼らに逆に人間らしさを感じてしまうという。それがこの本の著者の指摘の私は鋭さではなかろうか。もちろん言っておきますが、その指摘は決して、その、健常者の人の足元を救ったり、ね、油断を、こう、ついたりなんかして、意地悪で、あの、名曲ですよ、だって。<laughs> つまり、この二人はなぜ幸せなのか。<え>これは、世界を閉じた。 それゆえに幸せなんです。あせあ、はい。閉じないと、世界を閉じないと二人は幸せになれないんです。うん。そうでしょわかります。人は幸せではつながれないのです。つまり二人で幸せなんですから、二人は他の人と繋がろうということを拒絶することによって幸せなんですよ。うん。いや、朝から理屈言ってるぞ、この番組は。<laughs> で、人をつなげる最大のものは何かこれは著者が言っております。 死への脇き前である。いつかこの人も死ぬんだ。その弱さ、儚さが人を助けるのである。人を結びつけるのである。うん、その前提があったからこそ、絆という3.11以降の日本の標語は、あの震災で亡くなられた方たちがもたらしてくれたつながりではないか。あの人たちがいなければ私たちはここまでつながることなかった。 私たちはいつもあの震災で亡くなられた方と繋がりたいと思うからこそ私たちはいつでも涙する準備がある。うん、私たちが一番衝撃を受けたのは道の区の人たちの死に対するわきまえの姿、わきまえているその姿が生きている体感、私たちが今生きているんだという体感を強く揺さぶったからだ。 3.11は少なくとも日本に住み日本人と呼ばれる私たちの呼び名を変えた。私たちは生き残ったものなのである。私たちが何か優れたから生き残ったのではない。ただ私たちは運で生きている。私が死んでもよかった。菅さんが死んでも、武田鉄矢が死んでもよかった。ただ運がよかったから生き残っていた。生死の教会は運だった。 私たちを励ますのはベテルでつぶやかれた言葉人間は死ぬもんだぞその言葉で人間は死者を痛み死者を弔い死者を納得させる言葉それを必死になって探すのであるそして生き残った者たちが死者へ誓う言葉も一つしかない運が良かった私たちは彼らに今誓わなければならないその 死者との絆の言葉が、そう、向かいあちのあの言葉、安心してください。決して私たちは幸せになんかなりませんから。こう決心すると心が弾みませんかんこれなかなかすごい作品でございます。皆さんも何かこうそういう意味で考えるにはもってこいの良著だと思います。斎藤道をベテルの家の今、治りませんように。さあ、来週はまた別の話題で あの地震を起こしたのは俺ですというのが出てきまして、はい、でその後すぐにあの「津波は私のせい」っていう人が出てきて、うんうん、それでまた「ベテル」のメンバーが全員集まって地震を起こしたことのある人って聞いたらやっぱり105名中かなりの方が私ですっていう、うんうん、だからまたものすごい人がいたんだってもう今だから言うけど「中国でも私やっちゃったの」っていう人がいてね うん、うん、でもう本当にすまないって詫びてらっしゃるというだけどね皆さんこれはもちろん妄想ですよ、うん、彼らの精神が病ないゆえにこういう発言をしかしこの病は重大ですな金加さんに話さなかったっけ俺もう龍馬が行く中でワクワクするのは龍馬が二十歳の時かな、はい、江戸の町で剣術修行を忘れてちょっとガールハントに熱出しちゃうのよ、うん でね、夜中にこっそり惚れた女のところに行くのね。はい、その時にね、安静の大地震が起きるんです。江戸の町に。うん、これ今で言うとね、マグニチュード8.4ぐらいだったらしいんです。大きいですね。大きいですね。その地震のさなかで、龍馬が行くという小説の中ですよ。龍馬が叫ぶんですよ。うん、その女の部屋に入ろうとした、色、色かに迷った龍馬が、俺だ、うん、俺のせいで天が怒っているって言うんですよ。 で揺れる大地に踏ん張った龍馬は袴を握りしめて星に向かって叫ぶんです、うん、待っててくれ立派な仕事のできる男になるから、はい、もう少し待てと言って彼は天に詫びるんですね、うん、狂気ですな龍馬の狂気ですなでもこの狂気ゆえに彼は勤労の獅子になりますな勤労の獅子とは何でしょう ボランティアという言葉ですな。あそうなるのか。坂本龍馬はこの後ボランティア活動、それも日本を今一度選択いたしたく総楼との真案にござ候という壮大なるボランティアになるわけですね。狂気が正気を教えてくれるんですね。ちょっと極端かもしれませんけども。でも、金さんもちょっと思わなかった、うん いや、でもそのなんか、もうちょっとなんか、ちゃんと、やっとけばよかったとか、そういうことは後になって思いましたもんそうそうそう。あの、私たちの気づきが遅かったとか、私たちが甘えていたとか、なんか、そういう思いが、私のせいだと引き受ける人が、はい、ね、この国を元気にしてるんじゃないですかね。うん、やっぱりね、電車がひっくり返ってね、 雷のせいにしてちゃダメですよ。考えようみんなで。うん、あ、そんな、ちょっと話が逸れてしまいました小さな出来事でありますが、まだ私はあの一冊が、あの、まあ、あの、正確に言いますと、映画降りていく生き方というのを世田谷区民会館で公開いたしまして、その時に、木村さんですなえ、奇跡のリンゴの木村さん、それから、サッカーの岡田監督、それから、横田さんですね、めぐみさんのお父様、 なんかとそこで会いまして。はい、で、そこにですね、あの、田口ランディというね、<ー>来ておりまして、はい、まあそういう集いだったわけです。あの、向谷地さんとも少しお話をしたんでありますけども、とにかく、ベテルの家というのは、 非常に新しい試みで頑張っているということ。世界でただ一つの場であります。えー、ゆえに全く違う思いとか考え方がここには存在するんであります。そのことをどうぞ皆さんご了承ください。えー、ここではですね、えー、この、精神の病というのも、怯えたり恐れたりしないで、あえてキャッチコピーで、病気は宝。勝手に治すな、その病気。 というような、うあの、標語がずらーっと並んでおります。そして、はい、え、本の表題がそうなんであります。この本のタイトルが、統合失調、精神障害を持つ方が、七夕の短冊かなんかにお書きになった一言で、どうか治りませんように、という、な、なんかそういうその願いの思いが、この一言に。ちょっと私どもとしてはぎっくりとする、まあその心の病であれ、体の病であり人間は、 治りますようにと祈るもんでありますが、はい、ここでは逆に治りませんようにと祈る人がいるという。で、問題はですよ。そのような考え方がここでなぜ生まれたのか。そのことに、こう、注目すると、もっと世の中深く、人間の心深く探索、散策できるのではなかろうかなというふうに思います。えー、著者の斎藤道夫さん、この方はテレビメディアの人なんですね。 そしてあの、ベテルの家の、こういう魅力に惹かれまして、そこで起こった出来事を丹念に拾い集め、拾った出来事から深く人間を探ろうという。さすがミスズ房防、良心溢れる本だけありましている、最初、異様な第一章から始まります。これがね、本屋でも立ち読みしてるとすぐ読みたくなっちゃうっていうね。はい、第一章、異様な場所、異様な光景の描写から始まります。それは、 あ,ある青年が記したアウシュビッツの光景です。で、アウシュビッツのことがずっと書いてあるんですよ。で、その光景の中に道があったと、その青年と言いますか、その筆者はアウシュビッツの風景を語っております。右と左へ、分かれる道があって、右が焼却炉、左は強制労働の収容所。しかし、その収容所の出口は焼却炉しかなく、つまり、収容所に入ったにしても、ですなあ 幸せにならないことを誓うという、それがこの少年の生きるエネルギーになっていくという、この第一章の前置きから、え、北海道浦河、ベテルの家の人たちの生き方が次々報告されていくわけであります。僕は幸せになったりしませんという、この考え方から、どのような人間考察ができるのか、この続きまた明日のままットの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷からです。ホテルの家を紹介するという本でありますが、治りませんように。ここに、えー、裏側には赤十字病院がありまして、教会がある、えー、運営者、ソシャルワーカーの向谷地育吉さんがいます。えー、メンバーは100人から150人ほどで、町のゴミ処理や介護、昆布加工、福祉ショップを経営しつつ、この仲間たちは共同で生活をしています。 全員が精死に病を持つ人々なんですが、当事者研究として自らの病を自らで研究するという世界でも唯一の試みが実はここで続けられているんです。これは小さなことですよ、皆さん。だけどね、ものすごくすごいことなんですよ。なんかね、そ、その興奮をぜひ皆さんに。で、どんな風にすごいかというと、 今までの統合失調症あるいは分裂症のあの病気というのはそれはフロイトにしろユングにしろみんなそうですけども健康な人が健康でない人の面倒を見るという今の病院制度はそうですよね病気じゃない人が病気である人を回復させるというねここ関係ないんですここは精神心に病を持つ人が心の病そのものを自分の力で治そうという 試みなんであります。ですから、幻覚、幻聴に襲われたりなんかすると、そのことを克明に報告して、一番す,がすごい幻覚幻聴には、幻覚妄想大会というイベントで、ズバリ対象が与えられるんですね、はいええ。大会対象に選ばれた。これは最近の作品でございます。も作品としか言いようがございませんが、窓から入ってくる緑の牛。 えー、そして「襟裳岬の UFO 搭乗機」うん「UFO 乗っちゃった」という<ー>そしてもう本当にラジオで言うのも何でございますが、えー、小泉総理大臣がベテルの家にやってきてちょっと女性患者とできちゃったという、えー、小泉総理との恋という妄想が。 大将に選ばれたというね。はい、高等無形な感じのね。高等無形いですね、きっと、ね。うん。で、ね、ベテルではそのグループの中だけしか通用しない言葉がある。幻覚の中に現れる人影、気分、興奮ですな。例えば、こう小泉総理がこっそりっていう。う自分は治さない名医になろうっていう。この、こういう人がいるんだな。立派な人だな。 うんそして、この河村医師と両輪の関係が向谷地さんですね。このベテルの家では。はい、で、種明かしであります。冒頭、アウシュビッツ少年の誓い。すごい言葉でしょう。<え>どうか安心してください。僕は幸せになりませんから。っていう。アウシュビッツで死んだ父母、姉、妹のために、絶対にあなた方を忘れない。忘れない代わりに、僕は幸せになりませんから。安心してください。 この冒頭、アブシュビッツの少年の誓いを、この著者である斉藤さんに紹介したのは向井チさんなんでありますね。このエピソードに惹かれた著者は原作を探すんですね。で、これはもうはっきりしております。ユダヤ人作家のエリ・ビーゼルさんで、ビーゼルの夜という作品がある。その中にこれがあるんですね。<変>斉藤さん、その一行読んでみたいわけさ。うん、原文をな。はい、うんうん。で、 しつこいんだな、この人も。<laughs> 探すんですよ、その一行向井八さんが興奮してこういうのあったよって言ったのをね。父と母と姉と妹を焼いた焼却炉の煙突。渦巻きに転型して立ち上って行くのを私は見たのだが、決して私は忘れないであろう。私の信仰を永久に焼き捨てた炎のこと。 生きてゆこうという欲求を永久に私から奪ってしまったこの世の静けさのことを決して私は忘れないであろう。その後に出てくるかなと思ったんですけど、ないんです。向谷谷地さんが言った<え>、私は決して幸せになりませんからがないんです。あれ<い>これはおかしいなと。はい。一生懸命探すんですけど、どこにもないんです。はい。 向井康さんから聞いて、この斎藤さんという著者は感動してるわけですけども、あるべきその箇所が、探しても探してもない。で、二人で夢中になって探す。向井康さんも探す。向井奴さんも読んだんですから。絶対にないはずはないんです。はい。しかし、ないんです。ない。向井康さんもそのことに関して、あれーかなんか言い出すんですね。ええ。そのうちに、この本の後書きに、 注目するんです。はい。この本の後書きはですね、著者の後書きじゃなくて、それを訳した、翻訳した人の後書きが一番最後にあるんですけど、うん、村上光彦さんの後書きの文章に、こんな一文があるんです。私はこの本を幸せで屈託のない人たちには、あるいは同じ病をはっきり持っている人たちが、毎日日々、 接触しながら生きていると、ものすごく病態に改善の兆候が現れるという。う深層心理学で言うと、フロイトもそうですし、c g ムもそうです。同じような、あの、素質があったんですね。はい、そのことが恐ろしくてと言いますか、そのことに怯えないために彼らは、あの、精神の病というのを研究し始めるわけですよ。ねえ。これ、当たり前のことだけど、そのことを、 もう予感していたお医者さんがいたという。つまり、ベテルの出現というのは、やっぱり予感されていたというね。これ面白いですね。この著者の斎藤さんがね、非常に興味を持って、この日赤の精神科の河村先生と向井あさん。この人たちがなんでこういう都合市調症の人たちにこう寄り添うのかっていうのが、逆に不思議になってきて、この責任者二人に接近していくんですね。 この河村さんというのは精神科医といって非常に優秀な人で、えー、札幌で大いに腕を振るった。で、非常にこう名医の期待を周囲が持ってたという人なんでありますが、責任者として抜擢され、えー、裏川にやってくる。で、指導が終わればすぐ札幌に帰っていいんでありますが、帰れないんですね、河村さんは。うん、うん。これね、ものすごく重要な体験を河村さんは忘れないんですね。それはね、 精神の病を持った人が河村医師にかかって、この人は全力で現代医療、今はもう抗精神薬、あの、薬で病と対処していくっていうのは、いくらでも方法ありますからね。はい。うん、これはもう絶対希望を持っていいんです。人類必死になって心の病に対する薬探しておりますから。で、河村さんはね、そういう名疫のほうまれ高い人ですから、先生のおかげとか、先生が治してくれたとかっていう、 感謝謝辞の言葉がいっぱい彼のところに溜まるんですよ。はい。いっぱい溜まるんですけども、彼は裏側にやってきて、その、たくさんの心に病を持つ人を治すんですけども、小さな町上にハッと気づくんです。それは、すぐに札幌に戻っていれば気づかないでしょうけども、小さな町にいたから気づくんですが、先生のおかげで、先生が治してくれたって感謝の言葉を残した患者さんが、 すぐに再発して戻ってくるっていう事実なんです。うん。その時に河村さんがすごいんですね。先生のおかげですということしか言えない患者を俺は作っているんじゃないだろうかっていう。俺のやり方は重大な欠陥があるぞ。うん、医学というものに全てが委ねられているわけではない。だから、その先生のおかげでということは受け取ってはいけないんだ。 自分はどうも患者さんに対して何々してはいけない、人混みやめ出てはいけないよとかを連発精神が病故にこういう発言を。しかし、この病は重大ですなぁ。金さんに話さなかったっけ俺も龍馬が行く中でワクワクするのは、龍馬が二十歳の時かな、はい、江戸の町で剣術修行を忘れてちょっとガールハントに熱出しちゃうのよ。うん でね、夜中にこっそり惚れた女のとこに行くのね。はい、その時にね、安静の大地震が起きるんです。江戸の町に。うん、これ今で言うとね、マグニチュード8.4ぐらいだったらしいんですああ大きいですね。大きいですね。その地震のさなかで、龍馬が行くという小説の中ですよ。うん、龍馬が叫ぶんですよ。うん、その女の部屋に入ろうとした、色、色化に迷った龍馬が、俺だ、うん、俺のせいで天が怒っているって言うんですよ。 で揺れる大地に踏ん張った龍馬は袴を握りしめて星に向かって叫ぶんです待っててくれ立派な仕事のできる男になるからもう少し待てと言って彼は天に詫びるんですね、うん、狂気ですすななの狂気ですなでもこの狂気ゆえに彼は勤労の獅子になりますな勤労の獅子とは何でしょう ボランティアという言葉ですな。あそうなるのか。坂本龍馬はこの後ボランティア活動、それも日本を今一度選択いたしたく総楼との真案にござ候という壮大なるボランティアになるわけですね。うん、狂気が正気を教えてくれるんですね。ちょっと極端かもしれませんけども。でも、金ナさんもちょっと思わなかった、うん いや、でもそのなんか、もうちょっとなんか、ちゃんと、やっとけばよかったとか、そういうことは後になって思いましたもん。そうそうそうあの、私たちの気づきが遅かったとか、私たちが甘えていたとか、なんか、そういう思いが、私のせいだと引き受ける人が、はい、ね、この国を元気にしてるんじゃないですかね。うん、やっぱりね、電車がひっくり返ってね、 雷のせいにしてちゃダメですよ。考えようみんなで。うん、あ、そんな、ちょっと話が逸れてしまいました。小さな出来事でありますが、まだ私はあの一冊が忘れられない。だからベテルの家の人たちに興味があるのかな。多分ね、丸谷沙一さんだと思います。これ読んだ、読んでないんですよ。うん、読んでないんだけどね、純文学の作品でね、70年代、積文館っていう本屋さんにあった、難しそうな本でね、 横にね、大江健三郎とかあったから絶対手出さなかったんですけど、はい、こう、伸ばしていつも置く、元に戻してた本の中に、うん、いいタイトルのね、ワクッとするタイトルの本があったのよ。それだけ覚えてんの俺。はい、それはね、どんなタイトルかって言うとね、狂気を、我らに言っ上げておりますが、ああ ベテルの家。はいうん、あの、えー、家の報告なんでありますが、斎<え>藤道夫さんという方がお書きになった本であります。ミスズ書房、なかなか高価な本でありますが、このミスズという本屋さんは、とても良心的な本をいつもお出しになる。きれいなんですよ、ここの本は。うん、私の夢は、この本屋さんから一冊本出して死ぬのが夢でございますね。ね北海道浦河、人口1万4000の町。そこに、えー、精神障害を中心とするグループ、ベテルの家。 という家があります。統合失調症に苦しむ人たちがそこに集い、幻聴幻覚、妄想、えー。そういう病態を決してこう、意図わずに、生き方としてその病と寄り添いながら生きていこうという、まあ、全く、あのー、今までになかった精神医療のあり方というのがここで。うん、で、私はここの向井谷地という責任者の方と、うん、3月ちょっとテレビでお会いしたのかな あ,あ、ごめんなさい。あの、イベントでお会いしたんですね。はい、あの、まあ、あの、正確に言いますと、映画降りていく生き方というのを世田谷区民会館で公開いたしまして、その時に、木村さんですな、えー、奇跡のリンゴの木村さん、それから、サッカーの岡田監督、うんえー、それから、横田さんですね、恵さんのお父様なんかとそこで会いまして、はい、で、そこにですね、あの、田口ランディというね、はい、来ておりまして、はい そういう集いだったわけです。あの、向谷谷さんとも少しお話をしたんでありますけども。とにかく、ベテルの家というのは、非常に新しい試みで頑張っているということ。世界でただ一つの場であります。えー、ゆえに、全く違う思いとか考え方が、ここには存在するんであります。そのことをどうぞ皆さんご了承ください。えー、ここではですね、えー、この、精神の病というのも、 怯えたり恐れたりしないで、あえてキャッチコピーで、病気は宝。勝手に治すな、その病気。というような、うあの、標語がずらーっと並んでおります。はい、そして、えー、本の表題がそうなんであります。この本のタイトルが、統合失調、精神障害を持つ方が、七夕の短冊かなんかにお書きになった一言で、どうか治りませんように、という。う な、なんか、そういうその願いの思いが、この一言に。ちょっと私どもとしてはぎっくりとする。まあ、その心の病であれ、体の病であれ、人間は治りますようにと祈るもんであります、はい、ここでは逆に治りませんようにと祈る人がいるという。で、問題はですよ。そのような考え方が、ここでなぜ生まれたのか。そのことに、こう、注目すると、もっと世の中深く、 人間の心を深く探索散策できるのではなかろうかです。うん、待っててくれ立派な仕事のできる男になるから、はい、もう少し待てと言って彼は天に詫びるんですね。うん、狂気ですな。うん、龍馬の狂気ですな。でも、この狂気ゆえに彼は勤労の獅子になりますな。勤労の獅子とは何でしょうボランティアという言葉ですな。 あそうなるのか坂本龍馬はこの後ボランティア活動それも日本を今一度選択いたしたく総楼との親鸞にござ候という壮大なるボランティアになるわけですね、うん、狂気が正気を教えてくれるんですねちょっと極端かもしれませんけどもでも金さんもちょっと思わなかった、うん、いやでもそのなんかもうちょっとなんかちゃんと。 やっとけばよかったとかそういうことは後になって思いましたもん。そうそうそうあの私たちの気づきが遅かったとか私たちが甘えていたとかなんかそういう思いが私のせいだと引き受ける人が、はいね、この国を元気にしてるんじゃないですかね。やっぱりね電車がひっくり返ってね雷のせいにしてちゃダメですよ。 考えようみんなで。うん、あ、そんな、ちょっと話が逸れてしまいました。小さな出来事でありますが、まだ私はあの一冊が忘れられない。だからベテルの家の人たちに興味があるのかな。多分ね、丸谷沙一さんだと思います。これ読んだ、読んでないんですよ。うん、読んでないんだけどね、純文学の作品でね、70年代、石文館という本屋さんにあった、難しそうな本でね、横にね、大江健三郎とかあったから絶対手出さなかったんですけど、はい こう伸ばしていつも置く、元に戻してた本の中に、タイトルのね、ワクッとするタイトルの本があったのよ。それだけ覚えてんの俺。はい。それはね、どんなタイトルかって言うとね、狂気よ。我らに生き延びる術を教えよ。っていう本なんだ。俺、この本が好きでね。タイトルが。タイトルが。 か読んで、すっごい頭のいい人になるんだ、とかって思ってたのよ。はい、人文学読んで。うん、でも、その下にあったもうちょっとわかりやすい小説に手出しちゃったのね。それがね、柴田翔っていう芥川翔作家さんが書いた、送る言葉っていう本なんだ。<laughs> <laughs> あー、時間いっぱいですか <laughs> この次また明日の慣れ上で おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。斎藤光夫、道夫さん、みすず書房、ペテルの家の今、治りませんようにという、えー、戸越著書を中心とするグループの、まあ、活動とか、その記録であります。